続いては毎週木曜日のあの音のコーナー、楠原さんです。よろしくお願いします。このコーナーでは信州で奮闘しながら頑張っている人にフォーカスを当て、多様な考え方に寄り添ってお伝えします。今日は安曇野市に住むこちらの親子です。医療的ケアが必要な4歳の息子さんとの暮らしを見つめます。安曇野市の中谷さやかさんと息子の優生くん。ね、注入するんですね。栄養ここから、あ、そこから入るんですか。そうなんですよ。お肌を共有してということですか。そうです、そうです。優生くんは心臓に複数の先天的な疾患があり、鼻のチューブから栄養を取っています。もちろんもちろん。バニラ味、はい、これ一缶で300キロカロリー、はい、そうです、あるんですね、うんうんうん、でこれ一缶をどのぐらいで、うん、何回に分けて摂取するんですか。今だいたい4回くらいですかね。うん、朝昼晩の食事として毎日こうした行為が必要です。ジュースとかヤクルトとか、この細い管に入る入れられるものを入れてるって感じですね。まあ、だから水分補給もすべてそこからということなんですね。ですです、お茶は飲みます。これがあれか、これが生まれた時、生まれたその時って感じですよね。妊娠中に先天的な疾患があることが分かった優生くん、その合併症で呼吸が難しくなる気管支軟化症を患い、生後4ヶ月で気管切開を受けました。ゴロゴロとろって言ってちゃんと理解できて、ゆうちゃんゴロとろちゃった、おいでこっち。これが吸引器で、もうこれを常に私たち持ってます。ゆうちゃんゆうちゃんちょっと、うん、オッケーオッケー。すごく今一瞬で終わったというか、簡単そうには見えるんですけど、はいはいはい、実際どうなんでしょう。そんなに、まあ、なんでしょうね、なんかもう私たち常に毎日頻繁にやってるので、もうなんかもう服を着せるとかそういうのと同じ感覚ですよね。痰の吸引は寝ている間も定期的に行うほか、体調が悪い時は10分に1回程度必要になります。まさに24時間体制で家族が医療的ケアをしながら生活しています。ねえ、ゆうちゃん、はい、靴履くよ、もう。行くよ。去年から地域の幼稚園に通っている優生くん。登園するための荷物はこんなにたくさん。園で指定されている荷物のほか、栄養注入をするための道具や吸引バッグなど、医療的ケアに必要な道具も欠かせません。園では看護師が栄養注入や吸引を施しています。今ではこうして出かけることもできるようになりましたが、2歳7ヶ月までは常に人工呼吸器を装着していて、つきっきりのケアを強いられました。うん、結構ハードですよね。うん、で寝れないっていうことはもうついてもあるんですよね、こういう医療的ケア のお子さんをお持ちの家族は。うん、まあ、呼吸器のアラームが鳴ることも頻繁にあったり、ちょっと向きを変えたりするとちょっとアラームが鳴ったりだとか、本当にあの時は寝られないことがどれだけ心を蝕むのかなっていうのを感じましたよね。母親である自分が子どものケアをしなければ、そんな責任感やプレッシャーを抱え、相談することもできずに孤立してしまう母親が多いといいます。病気や障害のある子たち のお母さんたちって、そういうなんか、ね、地域でやっぱりつながる機会ってあまりなくて、しかも未就学とか未就園まではやっぱ本当完全孤立しちゃうんですよね。こんにちは。そこで自分と同じような境遇にある母親の声に耳を傾け支援しようと、2年前から活動を始めました。病児や障害児の家族をサポートする団体
ピアサポートシュシュ。中谷さんは代表を務めています。この日は医療的ケア児重症心身障害児の就園就学をテーマにした企画です。就園を考えた理由なんですけど、これは母親の本音です。療育センター、に通ってはいたんですけど、そこはやはり母子通園で、母子分離に挑戦したかったです。一方、参加者からは就園就学以前にさまざまなハードルがあるという声が。ずっとチューブつながって生活するっていうのは、やはりこう同じ園児の子たちにも危険がっていうところと、病気や障害を持つ子どもの家族をサポートする団体の会合。この日は医療的ケア児などの就園就学について話し合われました。私が地域の小学校、これがいたら相談ができないんですよ。できればこの人がいない状態で相談をしたいんだけど、この人は私とニコイチだから連れて行かざるを得ないし、トイレに行ったりとかするときに、あ、外れてると思ったり、運転、今日も一人で来たんですけど、運転してて呼吸器後ろで外れちゃったりするときに、脇道に一回止めて呼吸器つけたり、ね、母子分離も安心して預けられる看護師さんがいたら全然預けたいなって思うし、子どもを安心して就園就学させるためには看護師の存在が欠かせません。長野県では医療的ケア児など1人に対して2人ないしは3人の看護師を配置するなど、各市町村の教育委員会に促しています。しかし、看護師さん配置したとしても、その範疇を超えているって言われたんですね。こうカメラで濃縮器でずっとチューブつながって生活するっていうのは、やはりこう同じ園児の子たちにも危険がっていうところと、経過栄養するにもやっぱり時間かかったり、その間のこう管理っていうのが難しいっていうところで、その子にとってどの環境が一番いいのか、子どもの病状や健康状態によって看護師の対処方法も変わるため、スムーズな受け入れが進まないのが現状です。あ、でもちょっとなんか機材とかに水がかかっちゃった。ゆうちゃんゆうちゃん、今これそれはやめてお願い。うん、ごめん、ちょっと今はさ、いやいや期真っ最中だというゆうせいくん。ゆうちゃん 10数えたらおしまいして、いい1 2 3、だってこれ十分やったもん。5。あ、ゆうせいくんが生きていくこれからの時代に、中谷さんはこう願っています。もちろん多様性が受け入れられる社会にはなってほしいと思います。対応をできるその受け皿がやっぱり全然少ないのに、そのまあねね、多様性をとかそういうなんか言葉だけが一人歩きして、なんかそうなったような気分になってる感がちょっとすごくなんか違和感も感じるところもあるし、当たり前のようにこういう子たちが受け入れられるような体制はやっぱり、整えてもらえるとすごくありがたい。こういう経験をしていない私たちというか、私にとっては率直にですよ、大変だなと思いました、けれども当事者の親御さんにとってはこれ家族の話ですから、大変だけでは済ませられないですよ ね、 これね、日常が、ね、もう日々続いていますですね、で実はですね、長野県は全国に先駆けて2011年頃から、この医療的ケア児のサポート体制強化に乗り出しているんです。でコーディネーターと呼ばれる専門家がですね、患者さんやその家族を支える仕組みというのがありまして、相談業務だったり発達に合わせた支援チーム作り、就園就学のサポートなんていうことも行っているんですね。ただこ
このコーディネーターにきちんと自治体が報酬を払って活動を推進しているというケースは、このご覧のピンク色に塗った部分の県域のみなんです、まあ、まだまだ整ってないんでしょうね、はい、地域間格差が、ね、課題になっているんですよね。それぞれの家族にとって自分らしい生き方ができるように、まずは自分で選択できる権利が守られる必要があると感じます。ここまであのねでした。